リンゴルフをご視聴の皆様、こんにちは。ジェイコップグラビアアイドルの塩川愛理です。よろしくお願いします。カメラマンの山ちゃんです。千葉県の木更津市にありますアクアラインゴルフクラブにやってきてます。金土日の3日間3本立てでお送りしたいと思いますんで、ミッションゲームっていうのを用意してまして、25個マスがございます。15個クリアしますと、60ポイント以上にクリアしますと、ああそうです、アマゾンギフト、それも知ってんだもんね。はい、見ました。絶対欲しい、はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ行きたいと思います。アイリちゃんはお仕事以外になんか趣味とか、あ、ゴルフ、はい、ゴルフと、あとサウナと、うん、温泉と旅行と、あとお酒飲むの好きです、うん、あー、いいね、リフレッシュ系だね。なんか趣味ってそんなもんじゃないですか。なんかもっとほらアクティブなさ、あれ、まあ、ゴルフが入ってるか。はい、え、旅行も結構アクティブだと思って、海外めっちゃ行くから。あー、そう、僕結構旅行行っても結構ゆっくり過ごしちゃったりとかするね。詰め込まないで。はいはいはい。まあでも私もどっちかって言ったらそっちタイプなんですけど、一緒に行く友達がみんなインスタグラマーだから、うん、なんか何回かはその写真めっちゃ撮るなんか、ね、時間とか場所とかすごい作られるから、はいはいはい、私もな、希望としてはゆっくりしたいんですけど、なんだかんだなんかガツガツ旅行みたいになっちゃってるっていうところはありますね。でもさ、なんかインスタグラマーさんと行くとあれじゃないですか。あ、そうそう、なの、楽そう、なんか手っ取り早く、そう、なんか映えスポットそう調べてくれるし撮るのもめっちゃうまいから、あ、結構助かりますね。確かにそうだよね、はい、すごいうまい撮るの。あ、だ結構指摘される、なもっとこういう風に撮ってみたいな感じ。私が撮り慣れてなくて下手くそだから、では行きましょう。はい、パー5、13ホール目いきます。はい、パー5、あ、長い長い。カート道行って、うんうんうん、やっぱ右手が負傷して使えなくなってちょっと違和感右行かなくなっちゃった。え、っていうことは学び、え、右手を殺してるから今までは右手を使いすぎてたってこと？中指。ああ、力入んない。え、なんか怖くてなんかあんまり力入れられてない気がする。気づきなのかは分かんない。まあ、いや今まで右に曲がってたから結構、うんうん、そう、まあでも無理しないように。はい、アイアンの方が良さそうだな。結構なんか沈んじゃってる気がする。ラフまっすぐ飛んだ意外と。なんなん、ほんと。ちょっと左行くのを計算した感じ。え、しましたしました。全然まっすぐ行くじゃん。これがゴルフです。うまくいかない。3打目。え、いいか。3オンしたい、ね、だってパー5ですよね、うん、よっしゃ、これパーいけんじゃん。行くね。いや、むずいよ。届かないか。うん、まあ次で応援します。次はしたかったな。部屋に乗ってたら絶対いけてた。うん、あ、でもなんかチャンスはありそう。ありそう。あー、ダフっちゃった。あ、ダフリダフリきた、はい、ありがとうございます。はい、じゃあカート持ってっちゃって戻ってきます。あ、お願いします。もう4、うわ、あ、もう打っちゃった。あ、すいません、すいません。プロじゃん。撮影の
ょっとプレイファースト意識しすぎて早く打たなきゃと思って。僕もあの僕も遠くから撮ろうと思って打っていいよって言うと思ったの。あれグリーンなんでグリーンなんだやばい、ちょっと撮影で撮ったことないから、いいね、早くしなきゃって面白い面白い。ゴダで乗ったってこと。はいはい、OK です。じゃあボギーチャンス。ボギーじゃない、あ、ボギーです、ボギーです。あ、惜しい。こっちに行ってたのね。あ、 OK です。はい、はい、ありがとうございます。ダメだ、入んなかったの今。何回も打ってないですよね。あ、言ってない、マジで。ごめんなさい、プレイファーストしすぎました。プレイファースト、撮れました。撮れます。はい、みんなに聞いてるんですけど、はい、アプリって何使ってるんですか。 You like です。あ、もうさすがに覚えてます。はい、じゃあ、あいちゃん、はい、今日のクラブセッティング、はい、今日の、ね、こちらです。今日のはこちらです。はい、ドライバーとアイアンと UTT と79789SP パターで、何これ何これ見せない。レンタルです。レンタル。そうなんです。あの、私のすごいところは、うん、まだ自分のクラブを持ってないのにこのスコアをっていうところなんですよ。そうだね。そう、まだ初めてね、そんなにこう頻度が、はい、あれね、そうなんです、よくはまってきてね、これから、まだ3年ぐらいしか、ね、近々自分のものをっていう。はい、そう、今月揃う予定なので、ちょっとその前の撮影になっちゃって残念だったんですけど。これいいなみたいなメーカーとか決まってるんですか。あ、一応テーラーメイドで揃えようかなと思って、ね、はい、いいね、いいね。で、レンタルクラブの一番ちょっとあれなところは、私アプローチを一番使うんですよ。そのアプローチが入ってるセットって、ね、うん、なかなかないよ、なかなかなくて、今まで多分2回ぐらい、何回もレンタルするんですけど、いろんなところで、うんうん、今まで2個ぐらいしかアプローチが入ってるセットに出会ったことがなくて、うんうんうん、だ、今日はちょっとなんか広い目で、広い目広い目、なんて、優しい目、なんて、親心、うん、ちょっと今日は多めにだ。多めに多めに見たかった。多めに見てください。まあでも、なんとか耐えてます。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、ここもいいぞ、302ヤードで結構広い、短め、うん、なんか広いから左行っちゃ、右も左もなんか気持ちよく、うう、でも決め怪我してから左行くようになったんで、右目指して、ちょい右がいいかもね、はい、ちょい右で、左行った。あ、戻ってきた。あ、フェアウェイ来た。え、これなんかマスないんですか。木に当たってセーフマスみたいな。めったにないかなと思って、なんかそれを書くことによってこんなの絶対ないですよっていうふうに言われるのがしょぼんってきちゃうじゃないですか。それ1個ぐらいやった方がなんか、お、いいよ。あ、こうやってた。方向いいよ。え、めっちゃなんか意味わからん方向に左に行ったはずなのに、なんで、なんであんなとこやん。すごくない、うまくこの蹴られた、結構思ったより距離も出てるし、はい、100ぐらい。これ乗せよう。いや、乗せたい。3打目乗せたい。80ヤードです。うん、あ、惜しい。あ、飛びすぎじゃない。ちょっと待って、いや、そこまで飛びすぎではないけど、あ、あるはあるよ。あ、ほんと、あるは、うん、じゃあ、いっか。え、飛びすぎじゃん。あ、いいんじゃん、これ。え、良さそう。すごいクッション効いた。良さそう。ナイスです。近い？飛びすぎ。ああ、下っちゃってんだ。
なるほど。え、これはいいぞ。やったー、ナイスです。やったーやったーやったー、うまっ自分でとりあえず言っちゃったえ、うまっ、うまっ、いやいやうまい、しっかり打ったナイスです。やったー。今の何ですか。ボギーですね。ボギーかでもワンパット、うん、あ、そっか、確かに。やった。おボギーはありました、ありました。これ一個そうだよね、はい、とクラブ紹介してもらう、はい、上の方にあります。はい、とワンパット、はい、ナイスです。イエーイイエーイイエーイ。でもアマゾン普段利用されるんですか。めちゃめちゃします。めちゃめちゃする、はい、定期便とかでお水買ってます。そっか、はい、そっかそっか、定期便ね。あとプロテイン買ったりとか、あと日用品、そうだよね、もう全部もアマゾンなんで。確かに確かに。あの結構ファンの方とかも天岐阜くれる方いるから、すごい嬉しい。天岐阜いいよね、あのコード送ればさ、とりあえずできるしさ。口コミにご注意ください。ちょっと右向いて、はい、切られた。でも戻れ、戻ってこい。よし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 、結構落ちてきましたね、はい、うん、ファンの方との交流会とか、なんかファンイベントとか、なんか事務所とかご自身でやられたりしてるんですか。あるんですか。あ、はい、あの月に1回撮影会と、あとスイートドリームスっていうバーに出勤月1回してて、そこにファンの方が飲み来てくださるみたいな感じでやってますね。なるほど、はい、うーん、ファンの方からなんて呼ばれてるんですか。アイリちゃん、あだ名とかできたことないあ、握ったよ。いや、耐えてる耐えてる。お、耐えてる。おお、オッケーオッケー。次アプローチ、木更津だと思って、ここ、あ、木更津に、めっちゃ個人的な話なんですけど、僕の前の前職の後輩がやってる居酒屋さんがあるんですよ、すごい美味しくて、そこ寄っていこうって。いいな。そう、でも車なんか飲めないんですよね。そうですね、いや残念だそれ。でもなんかほんとこう居酒屋さんで、おつまみ美味しくていいな。魚とかなんか千葉だと、そうそうそう、こっちのなんか取ってて、ね、そうですよね。そう、いけいけ、まずまずじゃないですか。うん、ぼちぼち。はい、そう、滝の屋って言うんですけど、ちょっと木更津でもちょっと山側なのかな、木更津なのかな、なそうだけど、その辺あんまり夜やってる飲食店がなくて、今日夜いいな、ちょっと遠いな。でさっきこれ入ったから。確かに、え、しかもなんか似てる感じじゃないですか。ちょっと登ってないこれむしろこっちの方が平坦で出やすそうまである。おお、うまい。マジ、あー惜しい。いやでもすごいね、悔しすぎ、再現性がすごい同じように打ってる。うわー、ちょっと左だったな悔しい、すご、悔しい、めちゃくちゃ。うわー、入れたかったな、さっきの、うん、まあでもその1個前の取れたからいいやそうね、